こんにちは、下左衛門です。今回はカンパニョーロ11速コンポにですね、シマノの11速のカセットスプロケットのついたホイールをつけてみたいと思います。はい、一般的にカンパニョーロとシマノのですね、互換性はないって言われてるんですが、実際に乗っけてみたらどうなるんだろうという興味本位の気持ちからこの動画を撮っています。では早速ホイールくっつけてみたいと思います。はい、取り付けも終わりましたんで、変速の状況がどんなものかを見てみましょはい、といった感じでご覧になっていただいた通り、特に細かい調整はしてないんですけど、カンパニョーロコーラス11速のコンポでですね、105、11速のカセットスプロケットのホイールを使うことができてしまいました。はい、ただですね、あくまでも整備スタンドの上でのことであって、実際に人が乗って道路を走っていて、検証したわけではないので、その点は、ご承知おきください。はい、カンパニョーロ11速のコンポ構成でシマノの11速カセットスプロケットがついたホイールが使えないこともないっていうですね、無駄知識になるかもしれませんが、窮地に陥った時には役に立つかもしれません。レースやヒルクライムのイベントにですね、参加しようとした時にホイールを忘れてしまっただとか、実際使おうとしたら、練習中の負担が、重なって壊れてしまっていたとかですね、そういった窮地に陥った時に、チーム員や知り合いにですね、助けを求める時にですね、実際カンパ使ってる人も少ないんで、シマノのホイール予備の、後輪だったらあるよって形です。借りる時にですね、11速と11速だったら使えなくもない、実際に走れるかもしれないっていう、借りることはできて、参加することもできるかもしれないっていうですね、そういった窮地に陥った時には、そういった知識が何かの役に立つかもしれないんで、知っておくだけ損はないかも、と思います。ただですね、この11速のですね、コンポーネントもそろそろ12速化が進んでる関係で、本当にただただ無駄な知識になってしまうかもしれませんが、現在11速を使ってる方はですね、そんなことを知っておいても、無駄じゃないのかもしれませんので、はい。ということでですね、こんな感じで動画を終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。